皆さんこんばんは、コージー TV。 今夜は裏テーマは奥様、レヴォーグレイバックは本当にお買い得なのか、価格装備徹底分析、レヴォーグ GTH-EX との実質価格差は15万&ほにゃららってのわけで、そのあたりを渡辺陽一郎さんに本当にお買い得かどうかを調べていただきます。はい、というわけで小沢浩二です。はい、渡辺陽一郎です。でですね、今回私的にもですね、レイバックが、はい、まあ、大体先週乗ってですね、はい、結構評判で、スバルの中でも人気モデルのレヴォーグで、ここに来てですね、やっぱりちょっと背の高いアウトバック的なものが出たと思ったら、うん、はい、実はレイバックって別の名前で、うん、 そうでしたね、そこには裏ネタとしては陽一郎さんが言われてた奥様対策っていう別の面もあったっていうのが面白いんですけども、もうちょっとなんか一味欲しいなっていう人が結構気になってるだろうし、うん、何よりもまあ、SUV 化じゃないですか、うん、簡単に言うと。そう、ね、そう考えると、うん、まあ、レガシーだってね、はいはい、普通のツーリングワゴンよりもアウトバックの方が、うん、まあ、売れたわけですし、うん、こちらの方が、まあ、ある種時代的なわけで、うん、こちらに注目が集まるんですけども、うん、車としてのその特性、 SUV 化して乗り心地が変わったとか、ハンドリングが変わったという以上に、コスパがね、そうですね、結構実はここ大きいですよね、うん、てなわけで正確な価格が分かったので、はい、このあたり本当に特にベース車となったレヴォーグの GTH の EX、はい、アイサイト X が標準装備されているものとどう違うか、はいはい、どっちがお買い得なのかっていうところをちょっと見ていただきたいと思ってるんですけども、はい、まずあのレヴォーグ、はい、レイバックで、はい、グレードはリミテッド EX っていうこの399万3000円で、はいはい、あの 4WD の1グレードだけです、はい、うん、あのグレード名見るとね、リミテッドがあるのかなとかって思うんですけれども、ね、実際には、はい、1グレードのみということになります、はい、で、まあ、メーカーオプションに関しては下のように本革シートがあったりとかですね、うんうん、そういうものがあるという、ね、まあ、だからこれギリギリ400万円を切っていって、ね、うん、本革シートをつけると412万みたいなところで、まあ、これが高いのか安いのかっていうところなんですけども、はい、実はこの装備を見てみると、はい、あれですよね、ベースとなるのは、はい、レヴォーグの GTH なんですよ ね、 すね、 GTH-EX というアイサイト X の標準装着されたグレードになります、はい、それでこれがちょっと難しいところ で、 そうなんです、難しい、あのレヴォーグ の、 その GT 系、うん、まあ、レヴォーグ全体なんですけれども、うん、がちょうどマイナーチェンジ で、 です、ね、そうなんですよ、価格があのちょっと上がるかどうか、多分上がるだろうなって言うと、でまあ、それはちょっと、それを言っちゃってると計算できなくなっちゃいますから、ですから今のレヴォーグの GTH の EX の価格っていうのが、370万の7000円なんですよね。それでもって、レヴォーグレイバックのリミテッド EX は399万円なんで、まあ、約28万6000円ぐらい。高い、高いと。なんですが、レヴォーグレイバックにはハーマンカードンのオーディオシステムがついてて、で28万のうち多分13万ぐらいはですね、うん、少なくともそのオーディオの上級化によって、うん、まあ、埋まるだろうと。そうですね。そうすると、まあ、残りの15万円ぐらいが、うん、あのレヴォーグが、はい、レイバックになって、でもで外装パーツがついたり、はい、フロントマスクが変わったり、それからあと最低地上高が200ミリ上がって、で、はい、足回りも変わり、それからあと内装もね、おっしゃったように、ちょっと内装のコーディネーションも変わったりっていうようなことの対価だって、うん、まあ、先ほど申し上げました、現時点ではわからないレヴォーグのマイナーチェンジが行われると、多分価格が上がるでしょうから、うん、ですから、少なくとも15万、最大でも15万ぐらいの価格で、本当はもっとそれが13万になったり、12万になったりするっていうことも考えると、うん、はい、レヴォーグの GTH-EX に、と比べると、こちらの方のレイバックはね、ちょっと買い得度は高いですよね、うん、15万であれだけついて、ただそうでなくても大抵その SUV 化するともっと花、うん、もうちょっと跳ね上がるじゃないですか、うん、あとね、基本的な装備で一番大きいのは、うん、アイサイトの2眼カメラが、はい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 、この時点で3眼になってるんですよね、これでこう結構真横から来る自転車とか歩行者が見れる機能がついたっていうのは、はいはい、ついてこの価格差っていうのは大きいし、うん、あと細かいこと言うと、うん、あのナビ系もね、あのドライバー側のカメラがついて俯瞰のが見れるようになったりとか、あと3ワード検索ができるようになったりとか、うん、あとソフトを作って、ソフトっていうかスマホのナビを使ってる時にその画面を運転席前に出せるっていうのは、まあ、そういうところもアップしていて15万円アップなので、だから、ね、実質価格がもっと縮まるわけだから、うん、そうですね、
これは実はお買い得に振った、うん、あのもちろんね形とか走りもそうなんですけども、うん、お買い得さで結構、売ろうとしてるモデルなんじゃないかなっていう気はしますけど ね, だから399万3000円っていうところで、うん、ギリギリ400万円下回る値、ね、付けっていうのも、はい、割と抑えた時にやる、いや本当そう思いますよ、うん、あの上げてそこに持っていくってのはあんまりないから、そう、うん、だからまあ後から加わったモデルでもあるし、うん、それからまあスバルとしてもあのレヴォーグは ね、あの主力車種なのでもうちょっと売りたいっていうことはねあるでしょうから、うん、まあ、そういう意味で、はい、あの割安な価格にしたっていうことは納得できるところでありますよね、はいはい、実質魅力アップと同時に価格、うん、コストダウンも測ってきたという部分ですよね。はい。ね、ただもうちょっと安くしたいとか、はい、あの GTH じゃない GTEX っていうグレードがレヴォーグにあったりするんで、はい、一番安い、ね、安いんだけどあの先進装備なんかついてる、はい、EX になってるっていうものもあったりするんで、はい、その辺のところの選びやすさから考えるとちょっとやっぱり1グレードだけだと選びにくいっていうところはあったりはします。はい、ただもともと GTH-EX が欲しいっていう人はいいでしょうね、はい、うん、それはね。あ、15万ぐらいで。あ、このくらいの金額でなんだったらいいんじゃないかな。そうですね。いうことはあるでしょう。で、あとこの中にはアイサイトの X も入ってる。そう、アイサイトの X も。まあ今までの EX バージョンだし、そうです。あと 11.6 インチっていうのはまあ GTH にそもそも標準装備されていて、そうですね、あとインプレッションでも散々やったんですけども、それ以外の、あの、11.6 インチのその、そうアプリがね、はい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 、結構進化していたりとか、うん、あとそもそもアイサイトの、あの三眼式になっていたりとか、 そ、ね、そのあたりも、ね、まあそのあたりもだから入っちゃってるわけだから、まあまあまあ、あの改めて言うと全長で言うと15mm、基本的にはこれ鉄板部分は変わってないんで、前後のバンパーで、うん、特に前のバンパーは結構出っ張ってて、うん、結構アクが強くなっていて、うん、あとクラッティングがついてるんで、ね、全部で 25mm で、で最低地上高は足回りで、まあ、55mm で、うん、多分この上に、まあただね、ユーザーさんでいくつかあったのがね、うん、あのレール、あの、あ、ルーフレール？ルーフレールとかがつかないんだな。あとルーフレールはないな。多分ここにはついてないですね。あ、まあその辺が、残念がってる人がいらっしゃいましたね、うんうんうん、まあそういう意味ではあれなんですけど、まあ前高としてはまあ7センチ上がっていたりとか、うんうん、そういって、あと結構そのバンパー系でちょっと大人っぽいデザインにはなってるじゃないですか、まあそういうことも含めて ちょっと丸みが出たよね、はい、うんうん、そうなんですよ。であと陽一郎さんがおっしゃってたように、うん、実は単純にアウトバックのように、うん、あのワイルドな SUV っていうよりも、そうかつてで言うと、そうなんです、どれくらい知ってる人いるんですかね。まあまあ、これはちょっとあれなんですけど、要するに、若い人しか、あの、いわゆる、スバルの方おっしゃるにはね、スバルの方おっしゃるには、あの、いわゆるアウトバックとか、うん、それからフォレスターもそうですけれども、うん、かなりアウトドア志向の強いものが多いと。うんうん、で、世の中的には、ハリアーがかなり人気があったりして、で、あるいは CX60 とか人気があったりして、はいはい、都会的なものが結構人気が出てると、うん、で。もちろんアウトドア的なものもいいんだけれども、うん、あの、レガシ、あの、レヴォーグベースにしたのは、ちょっとそういう都会的なところのやつも入れて、うん、で、今までのその不足してた部分を補いたいっていうふうに考えたらしいんですよ。うんうん、っていうことで、まず一つのものとしては、そういうリラックス感覚が得られるようなモデルで、それも内装もそういう色彩にして、で実際にあの販売店にちょっと聞いてみると、あの、買ってる人が、今までの、あの、レガシーから乗り換える人とかだと、あるいはレヴォーグから乗り換える人とかだと、本来だったらレヴォーグの新型にね、現行型に乗り換える人が、あの、内装の色が気に入ったって言って、レヴォーグのレイバックの方を、この検討してる人が結構いたりとかですね、うん、そういうような話なんですけども、なるほど、そういうようになってたというのが、あの、車作りの直接的なところですよね、はい、うん、あと面白かったのがこの話なんですけども、うん、このレイバックがなぜ生まれたのかって、実は奥様だって、そう、奥様だ、なるほどなとは、ちょっとこれ面白いなと思ったんですよ。で、リラックス感覚になってる、うんうん、じゃあなんでそんなね、アウトドアっぽい200ミリの最低地上高にしたんだったら、本来だったらアウトドア式のアウトバックでしょ。だから、ね、ラゲージ開けても、あ、ディーラーオプションではこういうの用意されてるんだけど、あのね、トレイが用意されてるんだけど、その通り、だけど中に樹脂のこう汚れ落としやすい、自転車積みやすいみたいな、そういう機能ってないわけですよ。だからなんでこうなってんの。いや、だってそもそもレ、うん、あの、レヴォーグアウトバックでいいじゃないか。そうそうそう。本当にそうだよ、そう思ったんですよ。そうそう、レヴォーグアウトバック分かりやすいじゃん。だから最初言ったら、ね、うん、
ね、あのだからいやアウトバックはあんまりあの二重につけちゃうのはとかって言うんだけど、でもさ一番わかりやすいよね。レボーグアウトバック知ってる人がいっぱいいるんだから、レガシーアウトバック知ってる人がいて上にもあんだ、だったらレボーグアウトバックあったっていいじゃん。本当思いました。俺はてっきりその名前で出てくるだろうとばっかり思ってたんだけど、はい、だけどいやそうじゃないっていうのは、うん、さっき言ったコンフォート思考になってるから、うん、だからアウトバックとは性格が違うんですよ、うん、じゃあなんでアウトバックの性格にしなかったんですか、うん、って言ったら、うん、その背景には今おっしゃったような奥様の存在があると。だつまりあのレボーグが 出てしばらくした時に STI が出たわけですよ、うん、はい、で STI の話をしていると STI スポーツ、ね、の話をしていると、うん、あの電子制御式のねショックアブソーバーが変えられるものがついてると。で、ね、はい、でそういう話をしているとスポーティーな方向に行けるっていう話をするのかなと思ったら、いやコンフォートにするとこれは結構、ね、奥さんから受けるんです。え、奥さんから受ける、要するに乗り心地が硬いっていうふうに言われる時に STI に乗ってそれでもってコンフォートモードにするとそうするとあの快適になって、で奥さんも納得してくれるみたいな、かなりその、うん、なんていうのかな、それ STI の目的じゃないでしょっていうようなことをおっしゃってたんですよ、うん、でそれでが腑に落ちたのがこのレイバックで、うん、聞いてみるとやっぱりコンフォートモードにして、で乗り心地がもう快適にしたと、うん、でさらにパワーステアリングの操舵感なんかも、うん、あの軽くなってるわけですよ。なってますね。そうそう、だからで乗り心地も快適、ロールがちょっと大きかったりするんですけどね、だけど快適になってる。だ要するに今までレボーグの乗り心地硬い、ハンドル重い、シートも硬いっていうのを、うん、今回のレボーグの方で、で奥様があれダメだこんな車乗れないわよ、ちょっと別にしてちょうだいっていうふうに言われてたのを、今回のやつでは乗り心地しなやか、それからステアリングのパワーステアリングのね操舵感もある程度軽い、それからあとシートのところもあの座面のそうなんですよ、そうあの土手なんて彼ら言ってたんですけど、 その部分を少しこうスプリングの、 あのこう入れ方を変えたりなんかしてですね、それで、うん、あの乗り降りがしやすくしたりとか、うん、体のその拘束されてる感じがなかったりとか、うん、それのところも要はお買い物で使うと、そうすると結構ショッピングセンターね 2カ所ぐらい行ったりすると乗り降りするし、うん、それからあとスカートを履いたりなんかして乗り降りするときだと、あんまりそのいわゆるその出っ張りがサイドサポートがあるとスカート引っかかっちゃったりなんかするわけじゃないですか。だからその辺のところもしんなりっていう、うん、そういう要はレボーグをお父さん旦那さんはね、これいいな、だけど奥さんの方がダメよっていうふうに言われた時にこれっていう、いやだからグレード的に GTH の満足できなくて、うん、STI スポーツに行く人が、うん、ちょっと価格さらに上げるんだったらそっち GTH じゃなくてレイバックの方に奥様がチューンをかける感じですね、うん、これね、だから価格的に設定まさにそうですよね。そうそうそう、だからハーマンカードのオーディオがついてるんでスピーカーを入れるためにあのそこの音響対策もやったんで結果的に音が静かになったりとか、うん、それからドアをこう閉めた時の音なんかを向上したりなんかしてるので、うんうん、そういう意味でもそのスポーツ志向っていうよりは奥さんがあると、ああ、いいわね。それはね、面白いなと思って。助手席に乗せて、で、旦那さんがこうやってこう、試乗し、ね、販売店の周り試乗したりなんかした時に、ああ、いい車じゃないのっていうふうに言ってもらえるようにしたんだなっていうのが、そこまで開発者は言ってませんが、そこまで開発者は言ってませんが、その奥側を汲み取ると、多分そんな感じ。いやけど実際そうで、STI スポーツなんていかにもお父さんが好きそうじゃないですか。そう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 。そっちに流れがちな人をレイバックに戻そうという感じが見て取れますね。でもお父さんはやっぱりウィークで仕事してるので、でね、2台持てたりすればいいんですけど、そんなことできない。そうじゃないと、どうしても奥様が使うわけじゃないですか、はい。そうなるとやっぱりハンドルの重さとかっていうのがね、重要になってきて、でしかも、ね、俺みたいにこう、ちょっと立場の弱いお父さんだったりなんかすると。そうなんですか、うん。そうなんですよ。そうするとやっぱりこう、こうでしょっていうふうに言われるとすいませんみたいな話になるんで、そういうものを用意してくれるとですね、であのレイバックみたいなものを用意してくれると、じゃあちょっとこっち乗ってみたらいかがですかとかセールスマンの方が言って、あ、これはどうかねって奥さんに言うといいわねみたいな話になるっていう、そういうまあストーリー展開かな、はい、かもしれない。はい、でもう一つね、これ、うん、ある種このセータカワゴンというか、うん、車高タカワゴンが揃ったっていうことなんですね。そうですね。ってなわけでこの3つスバルの中のプチ、うん、まあなんてクロストレック比較というか、まあ、ベースはあってっていうことですね。そうですね。基本的にアウトドア仕様のワゴンしかひかアウトドア仕様のある種ワゴン的な存在比較ってわけで、うん、クロストレックとまず比較をしていただきたいんですけど、クロストレックと比べるとですね安いね、そうクロストレックはやっぱり UWB の価格が一番高いやつでも、まあね、あのターボもないわけですから100
そう60万円ぐらい安いんだ。そうそう、だから65万円ぐらい、うん、あのレイバックのリミテッド EX。 あ、そんなもんじゃねえか、100じゃねえか、65万円だけか。65万円ぐらい。そう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 、だからそういう意味から考えると、まあ車内の広さには大差ないんですけど、うん、動力性能とかそれから乗り心地とか、うん、まあ、さっきの静粛性とかね、はい、それからあと安全装備もあのついてますんで、はい、あのアイサイト X はレヴォーグじゃ選べないじゃん、うんうん、だからその辺のものもついてるし、ハーマンカードなんかもついてるの分かると、うん、まあいいかなと思いますけど、はい、でも高いよっていう人にとってみると、あのクロストレックを選ぶ価値もあるのかな、うん、だから要するに予算とあの好みとサイズに応じて選べるのかなっていうのがまず一つ、はい、あの、はい、レイバックとクロストレック、はい、これはもう互角に近い感じですよね、はいはい、でもう一つはもう一つはレガシーアウトバグで、これは同じエンジンを積んでて、うん、でリミテッド EX、 これは440万円ということなんで、結構ですね、41万円高いですよ。で装備ほぼ一緒で、これはあれかな、あのレヴォーグレイバックの方が、あの、買い得かな。確かにね、あのレガシーの方もあの立派なやつ、あれがもう全然違うでしょっていうことであれば、40万円の価値あるかもしれないけど、まあ、僕は好きですけど、確かにちょっと、うん、まあ、でかすぎるという見方もありますからね。そうだから、そういう意味でちょっと割安に抑えたんでしょうね、はい、レイバックの方はね。なるほど、うん、でレガシーに関してはやっぱり海外向けの車でもあるから、ちょっと上乗せは多い、うんうんですよね、うんうん、まあてなわけであれですね、あのこのレイバックですけど、意外と STI スポーツのいい好敵手になって、うん、そうですね、お父さんが強いかお母さんが強いかみたいなところに実はなるかもしれないっていう、意外なこうサザエさん的バトルが、うんうん、あの行われてるっていうか、そちらの需要に応えたっていうのが結構面白いところ で、 そうです、だから別のメーカーからの新規顧客が入ってくる可能性もありますよね、うん、車 の、 あのキャラクターが今までのスバルとはちょっと違うじゃないですか、うん、そうそう、今までのスバルって、ね、割とスポーティーな方向 で、 そうです、ね、リラックスできるのって言ったらインプレッサーぐらいしかなくて、いや確かに、ね、あとそれ以外のみんなこうしっちゃきになって走る系のものが多かったけど、はいはい、だけどこれはどっちかっていうとそのインプレッサーみたいなリラックスして乗れて、なおかつ上級の車っていうのは今まであんまりなかったんで、あ意外とそういう意味からすれば奥様向け、そう、 こういうのがあるといいと思ってたんだよねっていう人はいるかもしれない。なるほど、うん、分かりました。てなわけで今回は、うん、はい、裏テーマは奥様、レイバックは本当にお買い得なのか、装備価格徹底分析と、それからもう一つ共済化、陽一郎さんがですね、実はこれは奥様向けとしてはスバルの中でもレア度を誇る、価格的にも買いやすい、うん、狙い目の、まあ、ただお父さんにとってはっていうのはちょっとありますけども、うん、車かもしれないという新しい発見がちょっとありました。そうですね、ありがとうございました。どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。またよろしくお願いします。